ウェズリー・ジョンソンは、アメリカ合衆国テキサス州、コーシカーナ出身のプロバスケットボール選手。NBA のロサンゼルスクリッパーズに所属している。テキサス州の地元の高校を卒業したジョンソンは、アイオワ州立大学に進学するも、2年間在学した後に、シラキウス大学に転校。その後2010年の NBA ドラフトにエントリーを、表明。 全体4位という高評価で、ミネソタティンバーウルブズから指名された。1年目の2011年3月18日、ロサンゼルスレイカーズ戦で29得点を挙げた。シーズンで103本の3ポイントシュートを決めウルブズの新人記録を樹立し、また NBA オールルーキーチームに選出された。期待された2年目の2011から12シーズンは、平均6得点に終わり、 ウルブズから見切りをつけられ、ルーキー契約の4年目の契約を破棄された上に、2012年7月に三角トレードでフェニックスサンズに放出された。アルビン・ジェントリーの下ではあまり出場時間が与えられず、シーズン途中にリンジーハンターにヘッドコーチが、代わり出場機会は増加したが目立った活躍はできず1年でサンズを去った。2013年7月15日。 ロサンゼルスレイカーズと1年100万ドルで契約した。2013から14年シーズンはスティールブロックで平均1.0以上をマークした8人のうちの1人となった。2014年7月28日にレイカーズと再契約した。2015年7月9日、ロサンゼルスクリッパーズと1年契約を結んだ。移籍1年目の2015から16シーズンでは、 ベンチからチームを支え自身初のプレイオフ出場に貢献した。12月5日のオーランドマジック戦でシーズン杯の21得点、キャリア対6本の3ポイントシュートを決めた。2016年7月8日、3年1800万ドルでクリッパーズと再契約した。ありがとうございます。